旅に出るって景気付けのアイテムもらったけど、アイテムを投げてリスナーさんたちに悪いと思わないのかい？思わないね。全然思わないですね。なんでかっていうと、旅に出るからアイテムをくれたっていう人はいないはずだから。先にもらってない。俺はやったことに対してアイテムをもらってるだけだから。見せたものに対しての対価をもらってるのね。だからクレームなんて来ないよ。くれくれ中じゃないから。はるちゃん、フォローありがとう。あ、旅がしたいんでアイテムくださいって言ったこと、俺は一回もない。正直。だからクレームが実際来てない。アイテム出るんで景気づけのアイテムください。アイテム出るんで景気づけのアイテムくださいって言ってこじってた。アイテム出るんでっていう言葉がよくわかんないね。まあ悪いと思うとか、アイテムしてないんでしょ、ゲロ水さんは、ゲロズミさんは。で、実際にアイテムしてないんだからさ、クレームが来てないっていうことはそういうことよ。まあ、その、ゲロズミさんがアイテムしてふざけんなって言うならわかるけど、俺もらってないもん。あ、旅出るんでって。景気づけのアイテムください。言った記憶がないな、俺は。言ってないね。俺はまずそういう性格じゃない。もしよかったらソース出してよ。君が嫌われて配信サイトからどんどん消えていく理由がわかるわ。そうか。俺はよくわかんないわ。で、ソースは出せないの？言ってないことを言ったって言われてもさ、困っちゃう。君の妄想で話を進められてもさ。
だから早々出してっつってんだ。バッドフィールズありがとう。URL 送って何時何分どこでって書いて、そっからのな議論は、うん、よろしく。言ってたらどないする？いやどうもしないけど、さっきも言ったけど俺は言ってないとね、言ってないと。で別にクレーム来てないの。ゲロズミさんは俺に相手もしてないんだから関係なくない、うん、あなたが勝手に言い出したことだから時間割いて調べたかったら調べればいいじゃん。あなたの生き方の問題だから、俺は言ってないっつってんので、別に時間湧いて調べようが時間割いて調べなかろうが俺には関係ないから、あなたには関係ない話、それが確認できたら責任取る。責任なんかないよ。あなたが勝手に調べた、あなたが勝手に言ってるだけでしょ。で別にあなたは俺に相手もしてないわけだから、何責任取るって、あなたが好きでやることでしょ、うん、どこにも責任なんかないよ。自分の言葉なのに責任ないの？ないでしょ、うん、仕方がないことだ。電波がなくて旅できないんだから。違う？責任なんてないでしょ。あなたが勝手に僕の動画をチェックしてほら言っただろうって、ああ言ってたねって、うん、それで終わりだよ。だから親に虐待される、全然関係なくない？全然関係ないでしょ。話の整合性が一つも取れてないけど、君大丈夫？人間性って何？人間性がどうだと虐待されるの？それ教えて。人間性がどうなると、うん、虐待されるの。そうそう、旅出る出ないは俺の自由でしょ、うん、子供の頃に人格虐待されたからそういう性格になったんだねっていうならわかるけど、だから俺の性格が悪いから虐待されたんだねって言ったんでしょ。ゲロズミさん全然言ってること違くない？めちゃくちゃだよ、めちゃくちゃ言ってることが。そう、俺が旅に出ようが出まいが俺の自由じゃないの。どう？じゃあ俺が旅にさ出ることに対して責任取れよお前なあ。別に取れないでしょ。だから俺も自由にやるんで、オタクも自由にやるでいいんじゃないですか。僕は少なくともそう思いますけど、人の生き方にケチつけなくていいと思います。
君も好きにやる、俺も好きにやる、で君と僕は関係がない、以上です。全然関係ないよね。初見さんいらっしゃい、ゴキブリさんよろしく、 TK 忍者久しぶりよろしく、うん、なんで俺が多く稼いだらダメなの、なんで俺が多く稼ごうが何でもいいじゃん、関係ないでしょ、うん、君に関係ある？ないよね、君には何の関係もない話なんで無理だから。ああそう、まあ君はそうだろう、そう思うんだろうね。俺には自分でできると思ってんの、俺は奥稼げると思ってんの、で君には関係ないから、うん、君がやるわけじゃないからほっといていいよ、俺は余裕で可能だと思ってるから、俺に花火投げてくれる人いっぱいいるんだ、お前と違って、俺あの支援者いっぱいいるんだ、君と違って、君は無理かもしれない、君は一発も花火上がんないかもしれないね、君は誰にも応援されないかもしれないね、わかる？君に無理なことが俺に無理だと思わないで、君には無理かもしれない、そうだね、俺は自分でできると思うよって、それでよくない、うん、それでいいじゃん。おい、タンタンワードツー、それだけだよ、別に難しいこと言ってるわけじゃないから、投げてもらってるじゃん、投げてもらって収入がどんどん上がってるじゃん、それがお前に何の関係があるの、わかる？お前が投げてるわけじゃないから。ラストシューティングさんいらっしゃい。お前が投げてるわけじゃないの。俺とリスナーさんの信頼関係なの。で、お前に無理なことと俺にできること関係ないから、お前には。でしょ？そう思わない？だからあなたに何のデメリットもないわけだから、あなたにとやかく言われることじゃないよ。投げさせてみろよじゃないの、お前が命令するなよ、俺の放送なんだから。リスナーさんは楽しかったら投げるわ、何口だけだからってどういうこと、うん、どういうこと、どういうこと、俺は俺で投げてもらってるの、そう、クレームが言いたければお金を払うべき、本当にそう思うよ。楽しくないから投げられない、投げられてんじゃん、アイテム投げられてんじゃねえかよ、現実に。じゃあお前面白いこと俺よりできんの、できないよね、200人人集められんの、できないよね。何3万ですかってどういうこと、何グダ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 言ってんの、楽しくやってんだからさ、ほっとけよ人のことは、バカが。別にいいじゃねえか、黙ってたってよ、人が200人集まるんだから、てめえよりよっぽどすげえだろ、てめえよりよっぽどすげえだろうかよ。何もしないでずっと見てくれる人が200人常にいんだよ。バカじゃないの、本当に。お前できんのかよ、じゃあ。やってから言えよ。俺とお前じゃ議論にならないんだって。履いてる靴が違うんだよ。だから人のリスナーを右往の衆ってどういうこと？どういうこと？うん。お前本当に性格歪んでんな、こいつ。アホすぎるわ、話になんねえよ。右往の衆どころか、お前右往の衆も作れねえだろ、バカかよ本当に。アベレージ200ぐらいは叩いてるわ、アホが。アホはお前どっからどう見てもお前だよ、ここにいる200人全員お前の方がアホだと思って見てるよ。なあ、よっぽどまともなこと言ってるわ、こっちの方が。
夏休みだなーって感じだよな、もう。疲れる、こういうの。わかったわかった。わかったわかった。解放いらっしゃい。もう話にならねえからどっか行けよ。お前と構ってる時間ねえよ。お前俺の何の役にも立たないじゃん。メリットねえってお互い。他行けよ。なあ。ああ、花火100発も投げらんねえよ、こいつに。もかもかさん、バガーありがとう。いや、湧いてくんだよね、夏は。湧いてくるんですよ。もう大変ですよ。ゲロズミさんさ、もう面倒だわ。俺と同じポジションに来てから文句言ってくれよ。揚げ足取るのは無理だって。俺と同じ生き様できないんだから。花火100投げる旅団連れてこい。お前に命令されたら無理。こっちはこっちでやるから。で、投げる人なんかいっぱいいるから、花火100発ぐらい。余裕で。バカが。もう腐れや、お前。TK 忍者さん、ペンギンありがとう。もう腐れや、お前気分悪いわ。和同財団舐めるなよ。和同財団を。いいよ。だからお前は俺にはなれないの。いくら頑張ってもお前は俺になることは無理。なれないっつってんの。カシミールさん、風船10個ありがとうございます。すっこんでろよ。何やってもうだつ上がんねえから。こっちはこっちで楽しくやってんだよ。てめえにケチつけられる覚えねえわ。バカが。どっか行け。どこがアホなんだよ。どこがアホなんだよ。言ってみろよ。じゃあお前にいんのか？お前が放送やって花火100発投げてもらう人いんのか？いねえよな。いないよな。なんでいないのに俺のことそうやって言えるの？自分ができないことをさ、よく言えるよね。ねえ。自分はできないんでしょ？悔しいの。ああ、初見さんごめんね。緑かっぱさん。楽しんでってね。もしよかったらフォローしてください。カシミールさん、バーガー10個ありがとう。ケチつける権利がお前にどこにあんだよ。ねえ。どこにあんの？ねえ。どこにあんの？お前に。俺の放送のケチつける権利がどこにあんの？バーガー160人集まってるわ。バーカが。バーカ。最初の放送160人だわ。どこにあんの？言ってみろ。根拠を言えよ、じゃあ。お前がうちのリスナーさんにアイテム投げろっていう根拠を言えよ。なあ、お前集めらんねえんだろ？お前アイテム投げらんねえんだろ？どこにあんだよ。何ここは無料のサイトって。バカじゃないの？何ここは無料のサイトだよって。お前が言ったんだよ。お前がアイテム投げろっつってお前が言ったんだよ。お前が言ってなんでお前無料のサイトだよって言ったの。バカだろ、本当に。こんばんは、吉北さん。好きなこと言えようにね。何好きなこと言えようにねって。どういうこと？何言ってるか全然わかんないよ。あ、緑かっぱさんごめんね。もしよかったらフォローしてね。普通のコメントも受け付けてるから、もう一人のバカが湧いてんのよ今。わからんのじゃねえよ。わかんねえだろ。緑かっぱさんフォローありがとう。なんでお前の言うこと聞かねえといけねえんだよ。うちのリスナーさんはお前のもんじゃねえんだよ。バカが。見せてみろじゃねえんだよ。お前には関係ないだろ。ありがとう、うのぴさん。ごめんね、荒れてて。フォローありがとう。なんでお前の行動をしない、お前に言われてやんないといけないんだ。もうパンダ並みにアホだよね。アホすぎるでしょ。お前の言うことなんか誰も聞かねえよ、バカが。安売りしてねえんだわ。うのぴさん、若津、フォローありがとね。落ち着こうじゃねえよ、もう。こういうの一番嫌いなんだよ、俺。
ユンいらっしゃい、こんばんは。可愛いサムネだね。楽しんでってね。お前のリスナーがお前の思う通りに動いてない。俺が思ってねえんだよ、バカが。お前の言うこと聞きたくねえっつってんの。なんでお前の言うことを俺のリスナーさんが聞くんだよ。声の声の変わり方面白い。若さんはこつ。お前のじゃねえよ。お前が命令すんなっつってんの、俺のリスナーさんに。バカ。お前と違ってうちのリスナーさんは金持ってるわ。詐欺の金ってなんだよ。お前に関係あんのかよ。なんだ不正受給の金で。不正受給なんかしてねえわ。お前に関係ねえわ。全部。ああ、別に期日はつけてないですね、ワーカーさん。どこが金に汚ねえんだよ。言ってみろよ。どこが汚ねえんだよ。だから根拠を言えよ。お前言いたいこと言ってるだけだろ。そんなガキでも言えんだよ。実際稼いでから言えよ、バカ。なあ。実際稼いでから言えよ。なあ。実際稼いでから言ってみろよ。お前稼げてねえんだろ。ボンドさんいらっしゃい。何の話をしてんの。請求書なんか来てませんけど。バカすぎるわ。本当のことなんか一つも言ってねえじゃねえかよ。てめえが湾曲し言ってんだろ。バカすぎるわ、本当に。だから、お前には稼ぐ金がないわけでしょ。ねえ。配信で稼げんのじゃ。もう質問に答えろよ。配信で稼げんのかよ、お前。無理だよな。お前、花火一発も飛ばねえよ。で、なんでお前に花火を投げろとか言われないといけないの。バカが。もう少し頭使ってから考えろよ。結果出してから言えよ。俺、結果出してない人間嫌いなんだよ。請求されてないです。はい。もう頭おかしいな、こいつ。本当に。つつかれたら関係って何ですか？何を言ってんの、お前ら。本当に。アホすぎるわ。何都合がいいって。助け部分でも出さないじゃない。おめえがアホすぎても呆れてんだよ。しょうもねえ。風船300個ありがとう。カシミールさんいつもありがとう。いいだろ。もうくだらねえからやめようぜ。他見ろよ。他に配信者いっぱいいんだから。別にお前のさ、うさばらしのための放送じゃねえんだわ、ここ。パンダって誰ですか、ボンドさん。パンダをバカにするのはパンダって誰ですか。しょうもないね、本当に。逃げてないよ、別に。何が本当か分かんなくなってるか分かってねえよ。嘘なんかついてねえよ、バカが。嘘なんかついてねえだろうがよ。どこが嘘ついてんだよ、じゃあ言ってみろよ。ソースを出して話せ、ソースを。小さな約束守れねえクズが。何小さな約束って。だからその約束を教えて。誰と俺は約束したの。お前と違って俺は約束守り続けてんだよな。あ、 AV 監督の話は来てるよ。お前に関係ないよな。いいだろう、もう好きにやらせてくれよ。俺は好きにやってんだよ。自由にやってんだよ。もう荒らすなよ。好きにやってんだから誰にも迷惑かけてねえよ。誰にも迷惑かけない。ただで見て文句言うやつほどもう吐き気がするわ、本当に。だから景気づけのアイテムなんかこじってねえっつってんの、アホが。旅目的でこじってねえ。放送の対価でもらってんの、俺は。あのね、そんな甘くねえから。はい、ありがとうね、緑がっぱさん。また来てね。この音楽はね、スムースフリクションっていう曲だね。スムースフリクション。ジョーカーさんいらっしゃい。
あ、そう。聞いたのね。はいはい。まあ、聞いたなら聞いたで何なんですかって話でしょ。聞いたから何なの。嘘ついてないよ。もうしょうもねえな、本当に。だから嘘をついたんだっつってんだったら、嘘をついて何に対してどこを嘘ついたんだって言ってくれよ。何が本当かは、だからその嘘を一つ例を挙げて、そうそう出せばいいじゃん、じゃあ。ブドウ糖先輩、風船50個ありがとう。カシミールさん、バーガー25個ありがとう。そう、スムースフリクション。だからそんなん誰だって言えんだろ、お前は嘘つきだ。そうそう出して何のことっつったら分かんない。嘘と言い訳とごまかすのがうまいとか言って、そんな誰でも言えるだろ。俺全然普通にブロック入れてるよ。バカじゃないの。サマーバケーションやばいよね、恭平さんで、ね、いっぱい湧いてきたよ本当に。じゃあさ、お前がさ、俺のリスナーさんにアイテム投げろって命令したのはどう説明つくの？どういう権利があってお前は言ったの？俺のリスナーさんに命令したようなアイテム投げろって、花火100発投げろって、ねえ、ゲロ済み言ったよな、お前。それに対しては何か言えよ。どこにお前に権利があるんだよ。クソガキ多いんだよ、ゆうさん。もう夏だからごめんね、あれっつって。だから逃げてねえだろ、どこが逃げてんだよ。実際花火0発だからこっちで勝手にやるっつってんの。こっちで勝手に。なんでこいつに命令されないといけないのっつってんの。まぬかさん、お疲れ様。ハート3個ありがとう。花火100投げろって、ソース出せ。花火100投げろっつったよね。ああ、書いてんじゃん。花火100発投げる榴弾連れてこいよ。ソース出したよ、ほら。花火100投げる榴弾連れてこいよって書いてんじゃん。花火100投げる榴弾連れてこいよって、お前書いてんじゃねえかよ。おめえと違うんだよ、嘘つきがよ。バカが。書いてんじゃねえかよ。ソース出せよとか言って人の真似してんの。すぐ出てきてんの。バカじゃないの、本当に。失笑もんだよ、こんなの。失笑もんでしょ、こんなの。笑うわ、本当に。はい、風船4個ありがとう。もうさすがに苦しいよ、ゲロ済み。さすがに苦しいよ。ソース出しちゃったんだから。バカじゃないの、本当に。おめえにどこに権利があるんだっつってんだよ、そこに。笑うわ、こんなの。すぐ出てきちゃったよ。ブーメランだよ、ブーメラン。ブーメランすぎるだろ。どうしようもねえな、本当に。笑うよな、こんなんな。フィリップでもさすがに笑うわ。だから、それは、リスナーが煽って、じゃあ証明してやるよっつって、リスナーさんと、じゃあごめんねっつったじゃん。俺普段こういうことやんないけど。で、1万回清潔抜きやってんだから、俺。無理だろ。もう苦しいわ、お前ら。だんだん風船4個ありがとう。もう苦しい、もう苦しい。お前らもう全然、もうめちゃくちゃ。どっかのリスナー？いや、もうしょぼいよね。しょぼい。直で聞いたら、なおいいね。本当ありがとう。検索したら一番上にポンポン出てきた。ああ、一番上にボールペン出てきて、どうしようと思った。 猫パンチじゃねえだろ。正拳突きやってんじゃん。墓穴掘っちゃったよね。ほんとしょうもないね。アンチ弱弱バカ野郎。郷中流の正拳突き、あれが正しいやり方なんだよ。もう無理よ。1万回俺やったんだもん。お前みたいなヘタレじゃ無理だから。お前みたいな下手じゃないの、俺は。やりきったから。もうリスナーさん歓喜ですよ。お前は負けたの、正拳突きに関しては。バカ。いや、正拳突きですよ、あれ。ちゃんと五十流の空手知ってる人は正拳突きだって分かってるから。もう無理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 。もう無理よ。やったんだもん、俺は。お前らと違って。全然ごまかしてないじゃんね。やりきってんだから。じゃあお前らできんのって。旅団無視でだし、知らないよ、そんなの。知らない、知らない。別にお前旅団じゃないんだから関係ねえじゃん。もうきついって、言い訳が。無理無理。無理無理。
しょうもないね。カシミールさん、風船500個ありがとう。どこが逃げてんだよ。どこも逃げてねえよ。どこも逃げてねえよ。バカじゃないよ、本当に。100個投げれる旅団連れてこいよ。あのさ、花火を100発投げる人なんかいっぱいいます。いっぱいいます。なんで俺がお前の命令聞かないといけないのっつってんの、うん。なんでお前の言うことを俺は聞かないといけないのって言ってんの。いっぱいいるの。うちには花火100発投げる人。この前見せたよね。花火100発上がったよね。証明したよね。もう黙って。もう黙ってください。わかる。もう花火100発上がってるんです、僕は。もう結果が出たことに関してはぐちぐち言ってもしょうがないよ。政権好きもやりきったの。負け。君の負け。負けです。もう何言っても勝てないから、因縁つけてるだけだから。バカが。俺のじいちゃん国会議員だよ、うん、もういいよ別に。俺のじいちゃんのこととか父ちゃんのこととかもうどうでもよくない。お前らに関係ねえんだから。俺嫌いだよプロレス、うん、だからどこが開き直ってんだよ。そろそろ整合性のつくことを言おうぜ。俺がどこをどう開き直ってんだよ。お前が言ってるだけじゃん。だからさっきから言ってるけど、なんで俺のリスナーさんにさ、アイテム投げろとか命令してんだよ。やめてくんない。俺らそういうの嫌いなんだわ。勝手にやってっから。でお前がアイテム投げろよ。じゃあまず人に命令するんだったらお前が投げろよ。俺のじいちゃんもう死んでるよ、バーガー。もう死んでるよ、とっくに。バカすぎるわ。死んでんのにお前どうやって証言取ったの？バカすぎるだろ、嘘つきが。ゲロズミ、俺のじいちゃん死んでるよ。で、お前みたいなクズとは会えないよ。うん、はい、ナンバさんはどつ、楽しんでって。もう苦しいから。お前ゴミだよ。ゴミ。どうしようもないよ。お前ゴミ。バカすぎる。ゴミ。じいちゃん死んでんのにお前どうやってじいちゃんと話すんだよ。いいです。人気がなくても結構です。はい。君たちより実績出してます。君たちより稼いでます。はい、以上です。君たちより稼いでる。君たちより知名度が多い。それが現実なんで。君より結果を出してなくて、君たちより不人、君たちより人気があるわけじゃん。俺はなんで君たちにとやかく言われないといけないの。プロ配信者です。プロ配信者、うん、はい、アイテムタイム入ります。すいません荒れてて。2分間音楽を流すので、もしよかったらお気持ちでアイテムください。1時間に1回、2分間の音楽流します。それではアイテムタイムスタートです。おめえが会えるわけねえだろ。にしめとカシミールさん、バーガー10個ありがとう。モカモカさんバーガーありがとう。モカモカさん、バーガーありがとう。モカモカさんバーガーありがとう。カシミールさんバーガー15個ありがとう。テツさん、バーガーありがとう。モカモカさんバーガーありがとう。ブドウ島先輩、AGU さん風船ありがとう。モカモカさんバーガーありがとう。ありがとうございます。モカモカさんバーガーありがとう。モカモカさんバーガーありがとう。タンタン風船10個ありがとう。モカモカさんバーガーありがとう。おいザマアンチ聞いてる聞いてる。愛の美奈子さん、風船5個ありがとう。モカモカさんバーガープレゼントありがとう。つみきちゃんバーガープレゼントありがとう。
GK さんバーガー5個ありがとう、モカモカさんバーガーありがとう、モカモカさんバーガーありがとう、つみきちゃんバーガーありがとう、赤木さん風船1個プレゼントありがとう、モカモカさんバーガーありがとう、ありがとうございます。マヌカさんハードプレゼントありがとう、ありがとうねみんな。カシミールさんバーガープレゼントありがとう、モカモカさんバーガープレゼントありがとう、ありがとう。タンタン風船プレゼント3個ありがとう、コクリンさん風船ありがとう、モカモカさんバーガープレゼントありがとう、つみきちゃんバーガープレゼントありがとう、モカモカさんバーガープレゼントありがとう、カシミールさんバーガープレゼントありがとう、モカモカさんバーガープレゼントありがとう、つみきちゃんバーガープレゼントありがとう、モカモカさんバーガープレゼントありがとう、マヌカさんハートプレゼントありがとう、モカモカさん、バーガープレゼントありがとう、つみちゃんバーガープレゼントありがとう。ご覧の番組は、アイテムをくださった、リツナーさんの提供でお送りしております。楽しんでいってください。モカモカさんバーガーありがとう、カシミールさんバーガーありがとう、ありがとうみんな。モカモカさんバーガーありがとう、つみちゃんバーガーありがとう。これが実力なんだって。おい、ナンバさん風船プレゼン、花火プレゼントありがとう。もう苦しいってアンチは、口だけで。じゃあお前が放送で稼いでみろよなあ、放送で稼いでみろよ、うん、言ってる意味わかるから。お前にはできないんだって。もかもかさんバーガーありがとう。あーいいよ、コクリンありがとうね、嬉しいです。 TK 忍者風船2個ありがとう、つみきちゃんバーガープレゼントありがとう、カシミールバーガープレゼントありがとう、まどかさんハートプレゼントありがとう、もこもこさんバーガープレゼントありがとう、つみきちゃんバーガープレゼントありがとう、カシミールバーガープレゼントありがとう、つみきちゃんバーガープレゼントありがとう、もこもこさん、バーガープレゼントありがとう、カシミールバーガープレゼントありがとう。ちょっとごめんね、あのもうアイテムタイム終わったからスルーしちゃうね、うん、職業欄にはインターネットタレント業だけど何が問題あんの、インターネットタレント業だけど何が問題あんの、福太郎さん風船ありがとうね。何単価って、お前がいくら稼いでるか知ってんの、じゃあ俺がこの短期間で。もうバーとっくに辞めちゃいましたね、ひろとさん辞めちゃいました。もうナミニャンワタツ、関慎吾さん捕まったっぽいね、なんか噂によると。面会行こうと思ってるけど、時給お前500円なわけねえだろうがよ。俺がなんで時給500円なんだよ、もう勘弁してくれよ、うん、いやインターネットタレント業がどこがおかしいんですか、うん、みのりさん久々に来ました。あ、みのりさんどうもご無沙汰です、うん、楽しんでってください。ちょっと荒れてるんですけどね。普通の労働、いや別にないですけど、僕も普通の労働なんで、はい、皆さんと一緒です。ただね、人の仕事にケチつけるのは俺はあんま好きじゃない、うん、俺も一生懸命働いてるんで、うん、いいよもうめんどくせえフィリップ、どうでもいいだろ、関係ねえだろ。なんで俺がお前らに時給のこととか言われないといけないの、関係なくない、アイテム投げてないんだからお前らは。俺がいくら稼ごうが何しようが俺の勝手だろうがよ。今日荒れてんだよね、ごめんね、ナミニャン、うん、もうイライラするわ。俺何も言ってないよ、お前がさっき言ってたって何を言ったの、俺何も言ってないよ、うん、中学生がお前3万円のジーパン履けるねえ、俺が履いてんのリーバイスの606だよ、中学生が606履けるわけねえだろ、ビッグ E だよ、赤タグの赤耳の、もう勘弁してくれよにわかがよ、666のブレスレットつけられる中学生がねえ、こんな高いブレスレットつけられる？もう勘弁してよ。見る目がないんでしょ？笑っちゃうよ。笑っちゃうよ、本当に。606のリーバイス履いてる大人なんかそうそういないかんね。バカが、本当に。
じゃあ連れてこいよ、606のジーパン履いてる、リーバイス履いてる中学生をよ。606のヴィンテージ履いてる中学生連れてこいよ。ソースを出せよ、ソースを。606のジーパン、リーバイス。666のブレスレット。しょうもない。中学生みたいなファッションしてるって言われたから言ってるわけじゃん。ヘッドホンだってこれ、あれだよ、オーディオテクニカだよ。調べてみろよ。俺が身につけてるもの一個一個よ。お前ら二流と違うんだよ。一流の人間は一流なんだよ。バカが。しょうもない。まあまあまあ、まあまあ、ネックレスはね、うん。ランドセルじゃねえだろ、お前。ふざけんなよ、お前。こんなかっこいいカバン持ってるやついるか？なあ。どこにいんだよ、中学生でこんなにいいカバン使ってんの。どこにいんだよ、連れてこいよ。なあ、こんなにいいカバン使ってる中学生がどこにいんだよ。一流品に囲まれてんだろうが、バカが、もう。喋るなよ、恥かくぞ。うん。恥かくよ、本当に。かっこいい、こんなカバンどこにつけてる？買えねえよ、中学生のお小遣いじゃ。中学生のお小遣いじゃ買えないの？しょうもないわ、本当に。いや、もう、アンチ煽られてんすよ、ティアニさん。言ってやって、アンチに。アンチに言ってやって、マジで。マルキーニョス言ってやって、こいつらに。和道さんは一流だって。バカすぎるわ、ほんと。三流が湧いてきたよ、三流が。しょうもねえな。そんなに俺が羨ましいのかよ。もう勘弁してよ。君たち一人一人の人生手に負えないって。ああ、参った参った。バカはバカだねって、本当だよ。バカはバカ。リバーサイドだよ。安いわけねえだろ、家賃が。バカ。リバーサイドだよ。リバーサイド。ね。いつもここまで荒れないのにね。今度は家ディス？今度は家ディス？ああ、もうしょうもないね。俺のことディスれなくなったら家をディスり始めたよ、本当に。バカだね。まあ、都内のね、西新宿の一等地に住めないだろうね、君たちは。ここら辺家賃ワンルームでマンション16万ぐらいすっから。君たちには無理だよ。東京は狭いの。君が住んでる地方とは違うのよ。バカだね。そう、知らないんだよ、国林。そう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 。新宿、西新宿5丁目の、知らないんだよ。まあ、ウルルさん知らねえよってね。築年数、バカじゃないの。俺の部屋の築年数、調べてから言えよ。ここそんなに古くねえから。まあまあいいよいいよ、言わせておけよ。言えば言うほど恥かくから。初見さんいらっしゃい、マサールさん見てるよさん、初見さんいらっしゃい。しょうもないね。この辺の家賃はワンルームでマンション16万すっから、あ、田舎もんだろうね。田舎の小汚い中学生でしょ。まあ、しょうがないよ。まあまあ、わかる人にわかるから。この辺は16万円が相場です。1K で。マンション。あ、大丈夫っすよ。
この辺は16万円しますから、西新宿は。まあ西新宿にね、どこなのかも分かんない人たちでしょ、うん、この辺は16万円するから。16万円ワンルームで、マンションで、しょうもねえわ。そうだよな、うん、俺がどこに住もうと俺の自由だよ、うん、俺がどこに住もうと俺の自由だから、うん、はいはい、もういいです、もう結構です、はい。俺のことディスっても無理、勝てないから、君たちじゃ勝てません。上げ足取ろうと思っても無理です、もう、うん、旅はいつ行く？俺が行きたい時に行くよ。何が悪いの？俺は旅人なのね。俺が行きたい時に俺が行きたいところに行くんだよ。なんでお前に関係あんの？俺が行きたいところに行きたい国に行くんだよ。それのどこが悪いのよ。俺は行きたいところに行くよ、勝手に。うん、旅人なんすよ、見てるよさん。もしよかったらフォローしてください。まあ俺は、まあ地球が家みたいなとこあっから悪いけど、地球に住んでるからさ、フォローありがとうマサールさん。いや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 、俺は放送をやった対価でアイテムをもらってんの。クレーム一件も来てません、クレーム一件も来てません。はい、以上です。花火をくれた人からクレーム一件も来てません。はい、クレームが起きない配信者なの、うん、そうねえみのりさんね、俺のお金で自由にどこ行こうか俺の勝手だよね、うん、そう、何クレームするのが怖いだけってどういうこと？事実クレームが来てないの。もういいでしょう。無職じゃないっつってんの。インターネットタレント業なの。インターネットタレントなの。持ってるよビザ。クレジットカード持ってます。はい。ビザ。はい。何独裁者、全然独裁じゃないよ。何、うん、最近たまに行ってるかな、スロット。今月入ってからは行ってないかな、先月行って終わってる、うん、無職じゃないって。俺のどこをどう見たら無職なんだよ。どう見ても成功者でしょ。どっからどう見て、じゃあ、何？どこを見て俺が無職なの？逆に。逆に。どこをどう見て俺。ねえ。どこをどう見て。リスワンはもう9ヶ月連続取ってます。はい。9ヶ月連続僕はリスワン取ってます。うん、しょうもないね、本当に。苦しいって、言い訳が。どこが無職なんだよ。お前らと一緒にすんなよ、本当に。バカアンチとも。カシミールさん、バーガー8個ありがとう。うん。俺忙しいよ、実際。うん、よういらっしゃい。ねえ。だから配信が仕事なんだよ、俺。お前と違うの。配信が仕事なの。うん、配信が仕事、
いや、正社員バカにしてないよ、タクトさん。全然。ブロックはしないね。だって、だって、じゃあ、俺とアンチどっちが正しいってなったら、絶対俺の方が正しいこと言ってるもん。絶対。うん。配信をちょっとな、ちょっとだけ長くして続けてる無職のコミ。え、じゃあ何みんなはさ、配信はさ、仕事だと思う。俺の仕事っぷりを見て。無職だと思うか、プロだと思うか書いて。プロか無職か書こうよ、じゃあ。みんな書いて。プロだと思う人はプロ。無職だと思う人は無職。みんな書いて。ちょっとロムセンさんも。どういう結果になるか見ようよ。無職なのか、プロなのか見ようよ。うん。ね、無職なのか、俺はプロなのか無職なのか、うん、どっちだと思う？プロ。ほら来た、プロ、うん、プロ、ほら来た、プロ、ほら来た、ほら見ろ、俺の圧勝、プロ、ほら見ろ、わかる？これ世間一般世間一般では、俺はプロなの。プロなの。プロ。わかる？もう、はい。プロ。はい。食えてるんだから、プロ。ほら。プロじゃん。いやいやいや、プロっしょ。うん。いや、プロっしょ。プロ、ほら。プロ。はい、俺の勝ち。圧勝でしょ圧勝でしょそう、ほんまの無職は食えない。うん、その通り。葉月さんさ、なんで職業じゃないの？なんで職業じゃないの？なんで職業じゃないの？ ET さんいらっしゃい。初見さんもしよかったらフォローしていってください。いやいやいや、苦しい苦しい苦しいの、アンチ苦しいの、苦しいの、うん、もうしょうもないね。企業案件だから来てるじゃん、雑誌の依頼とか捨て頃とか来てるじゃん、プロ案件が。なんで？普通に雑誌の連載、 AV 監督の仕事とか、雑誌の連載じゃない取材とか来てるわけじゃん。テレビの取材とか、なんでプロじゃないの？フォローありがとう ET さん。まあまあいいよ別に、うん、いいよ。君たちには無職に見えるんだろうね。はいはい、無職ね。はい、無職ね。わかったわかった、もういい、もういいよ。君たちに自由に思ってくれていいよ。いや、全然ディスだと思ってないよ。うん。コンサル料で取ってないです、僕は。うん。もう、めんどくせえな。何が言いたいの？そんなに羨ましいの？俺のこと。ねえ。エテモンキーって読むんだ。エテモンキーさんよろしく。ニコ生はやらないかな、キラチューさん。うん。ニコ生はもうだいぶ前にやめちゃった。うん、いいよ、じゃあ無職で。じゃあ100歩譲って無職でもいいわ。お前らより収入は多いけどね、うん、お前らより収入は多いけどね。はい、いいです、無職で。じゃあ、うん、結構です。こんばんは、まゆたむ、ハートありがとう。いらっしゃい、こんばんは。あー、めんどくせえな今日は。うん、めんどくせえわ。うらやましいとは思わないかな。うん、まあまあ全然うらやましくない人もいるよね。うん、見てるよさ、うん、相手もさ、詐欺ってるわけじゃないから、もぎ取ってるわけじゃないしね、恐喝もしてないし、お気持ちでいただいてる。ミニ四駆やってるよ俺、ミニ四駆やってる。配信でミニ四駆もやってる。みんな素人から収入得るんだよ。成り立ってから。そう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 。成り立ってんだからいいじゃん。いや、今日はなんか変に荒れてる感じ見てるよさ。普段静かな枠だよ。予算みたいに法人化したらっていうか、別にだって届け出出してるわけだから。
ノンさん、あれだよ。アンチに言ってんだよ。荒れてるんだよ、コダちゃん。嘘ついてアイテムもらってる？何？嘘ついてないもん。だから、俺がどこで嘘ついてアイテムもらってんの？嘘ついてないよ。お気持ちでくださいって。だから無職でいいですよ、じゃあ。俺は職業ちゃんと届け出してるから。だから、それがわかんない人にはいいよ、別に。いいよ。だから別に法的に何の問題もないんだから。お前らが無職って言おうが、俺はプロだと思ってやってんだから。初見さんいらっしゃい、ゆみちゃん。ねえ、本当だよね。嫌なら見なきゃいいのにね。もうめちゃくちゃでしょ、言ってること。社会的に無職じゃないから、働いてる人からしたら。どこがじゃあ社会的に無職なんだよ。どこが。いや、プロでしょ。これで食ってってるんだから。じゃあさ、葉月さんさ、漫画家で、駆け出しの漫画家で、まだタイトルはないけれども、15万ぐらいネットで漫画描いて稼げてるんですよ。つったらプロって言うでしょ。じゃあ音楽でインターネットに動画上げてて、食えないんですけど、ギリギリ食える15万ぐらいは入ってるんですよ。プロでしょ。で、俺それ以上に稼いでんのよ。インターネットタレントで。プロでしょ、誰かどう見ても。そう思わない、葉月さん。俺だって先月80万稼いだんだよ。それでプロじゃないの？先月80万稼いで、その前の月60万稼いで、それでプロじゃないの？俺だってこの9ヶ月間15万以上配信で収入あるんだよ。それでプロじゃないの？めちゃめちゃでしょ、もう。違うの？9ヶ月間連続15万以上取ってんだよ。いや、今月100いくでしょ。80万こじったわけじゃないでしょ。ぬかづけさんいらっしゃい。こじき、じゃ、どこがこじきなの？手取り15以上。将来性あるだろう、インターネットタレントには。ああ、みのりさんフォローありがとね。みのりさんありがとう、フォローコメント。インディーズでも俺15万稼いでて、それで飯食えてて、手売りの CD で食えてるんだと俺はプロだと思うけど。違う？今日すごいよね。なんかね、眉多分ね。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。のんちゃんの定義は、求められて、期待されてお金が発生してる時点でプロ。俺はさらにそのプラスアルファ食えるっていうのが条件なの。で、やっぱり7万円とかでバイトしてますってなったらプロではなくてセミプロって感じなの。で、3万以下は趣味って感じがする。で、15万以上はプロで、プロの中の下の方だけどね。で、そこには本物のプロとか一流のプロがいる。プロはプロだと思うよ。みんな何が言いたいのか全然わかんないよね。そうそう、アイテムはリスナーさんからいただく気持ちだから。で、なんでそのアイテム投げられてない人に騙されたとか言われないといけないの？すげえ大変だよ、配信業。まあ、配信業に限らずお金をいただくっていうのは何事も大変だけど、やっぱ大変だよ。ああ、プロではないんだ、葉月さんの定義では。まあ、俺と価値観違いますね。俺はどんな仕事でも15万以上もう飯食えてて、貧乏かもしんないけど、専業のものを持ってたら俺はプロだと思う。まあ見なきゃいいんだけど、見ちゃうんだろうね。なんでなんだろう。ニアさんこんばんは。アウトローじゃないよ、全然。あ、いつもの配信しよう。いつもの配信しようぜ。なみや。俺は全然普通に配信やってるだけだから。ほら見ろよ、ニアさんありがとう。ほら、お前ら。中学生、赤いランドセルとか言って、見る人が見たら、ねえ、ニアさんかっこいいよね。ニアさんありがとう。後ろのバッグかっこいいって。ほら、これ職人さんの手作り一点物。いいでしょ？ありがとうね。これ俺のマイバッグです。マイバッグ。いいでしょ？マイバッグ。ありがとう。
リスナーさんは気持ちだよって、誰からもクレーム来てないのに、なんで文句投げてない人に文句言われないといけないんだろうね。めちゃくちゃだよ本当に。坂帰ってきたよナミニャ。そう、投げた人が言うならまだわかるよ、そこには反論はあるけどね、うん、ただ投げてもいない人に言われたら俺はたまったもんじゃないよ、うん、あ、わかるよ、葉月さん。うん。わかるわかる。葉月さんは真っ当な、私はこう思いますっていう意見を言ってるから。あ、そうなんだって、俺とは価値観違うかもねって言ってるだけだから。うん、俺は何かで飯食えてて、貧乏かもしれないけど、それで成立してる世界があって、で、15万以上稼げてるのは俺はプロとして認めるけど。ただ一流とは思わないけどね。あ、生計成り立ってすごいっすねって。うん。生計成り立ってすごいっすねっていうふうには俺は言う。うん、俺はそういう風に思うよ、うん、普通に認めるところは認めないとダメでしょ、うん、俺はね赤と黒と白が好き。俺は赤と黒と白が大好き。特に黒が一番好きだね。黒が好き、うん、黒はいいよ、うん、黒と赤もあの映えるしね。黒と赤も配色が面白いし、うん、いや大変ですよ、あのやっぱアイテムで生計立てるっていうのはやっぱ甘い世界じゃないなっていうのはつくづく思いますね。本当にシビアな世界だなって、うん、まあそうだね、何かしら思ってないとできないよね、うん、しょうもないわ本当に。まあまあ価値観の違いはしょうがないな、同じ世界で生きててね、生きてる人の数だけ価値観があるから。ただまあ人に否定されるような生き方はしてないと思うけどね、うん、人にあの否定される生き方はしてない、金もらってる時点でプロ。金はもらってる人いっぱいいるけど、3万円しか1ヶ月間でもらえませんでしたっつってプロ名乗られたら、俺はそれお小遣いなんじゃないのって思っちゃうかもしれない。で3万円以上、5万円、3万円以上10万円以下とかだったら、あ、セミプロだねって、もう少しでプロになれるねって思って、であのまあ15万以上稼いでたら、あ、プロだなって感じがする。しょうがないでしょ、否定されるかどうか。みんなに肯定されるなんて不可能なわけだから、そこはしょうがないと思うよ、うん、まあ別に後ろめたいことないかんな、自分の鏡って言われたら、いいんじゃん別に。もちろんもちろん、プロの中で一番最低限プロ名乗っていいレベルが俺の中では15万、うん、まあ15万あったら食っていけるじゃんギリギリ。それはプロ名乗っていいと思うよ、イラストだろうが音楽だろうがなんだろうが。赤入れ直したよ、綺麗でしょ、うん、今日染め直して赤入れた、結構うまく入ってよかった、うん、今現在旅は行く気あるのないの、俺が決める、俺が決める、うん、俺が決める、行きたいか行きたくないかで、行きたかったら俺は行くから、行きたくなかったら行かない、ただそれだけ、うん、俺の自由。いい感じでしょ、赤。うん、結構いいね。やっぱ染め直すとかっこいいよって褒めてもらえた。
なんで別に子供の頃からの夢叶えてなんで笑われないといけないの？子供の頃の夢を叶えてかっこいいじゃん。周りくどくないよ。俺は行きたい時に旅に出るから。で、行きたくない時は出ないよ。ただそれだけだよ。フォローありがとう、銀次さん。フォローありがとうございます。電波がなかったからやめたんです。にわかおつ。わかる？にわかおつ。にわかおつ。いや、俺はね、やっぱバッチリ赤が入ってないと気分が乗らなかった。これくらいはっきり入るとすげえ気持ちいいよ。うん。これくらい赤がはっきり入ると、あ、赤だなって。やっぱオレンジはオレンジだからね。あ、お揃いなの？いいじゃん、いいじゃん。何？俺を意識したの？お前多分。和道カラーにしようかなって。俺にリアトするときはさ、黒い T シャツ、無地の黒の T シャツ、黒のジーパンで会いに来てよ。あと赤いスニーカーで。うん。そうだよ。雨の新宿の中、電波がつながらなくて。俺は配信者だからさ。やっぱり電波がつながらなかったら行く意味ないじゃん。仕事だからさ。いや、面白さでやってるわけじゃないから。うん。やっぱ生き方、ライフスタイルだから、それは。ライフスタイル曲げたら終わりだと思ってんの。うん。やっぱ生き方にはブレたらダメだなと思ってるから。そう。俺はだから好きな人と、好きなことを好きな場所で好きな時に好きなだけやるっていうのが俺のライフスタイルだから。うん。やっぱり気分が乗らなかったらさ、リスナーさんに迷惑かけちゃうわけじゃん。俺今乗ってねえわって。でも乗ってる俺を見せないといけないんだよね。乗ってる俺を待ってるっつうか。でも気分が乗らない時は何かやったら負けだと思ってる。そう、気分が乗ってる俺を見てもらいたい。あ、そうなの。うん、真っ赤、真っ赤結構好きよ。うん、別にリスナーに嫌われてないけど、うん、リスナーに嫌われてないでしょ全然。なんでリスナーに嫌われると思ったの？うん、そうそう、俺の座右の銘じゃないけど、俺を奮い立たせる言葉だよね。好きな人に、好きな人に、好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやると、うん、それが俺の生き方だからさ。はい、わかつ、自分さえ良ければいいさん、いらっしゃい。路上でステッカー売ってないです、貧乏ちゃま。売ってません。はい。もうめちゃくちゃだよ、本当に。うん、リアドするときはそのファッションで来て。生粋の和道リスナーファッションだから、うん。スロットアラジン、スロットかな。パチンコはあんま打たない。アラジンでスロット打ってるかな。うん、売ってないですよ。売ってないです。僕はステッカー販売はネット通販だけです。うん、また来て、もかもかさん、お疲れ、ありがとね。
だから嘘なんかついてないよ俺。どこが嘘をついてんのか証拠を出して言ってほしいよな本当に。バカはバカだね。マルキーニョスに売ってないよ。うん、売ってません。カバン？どこだろう？ん？棚に入ってるカバンってどれ？これ？これはミニ四駆ケースだよ。これは。うん。自分を変えたきゃ自分が変わりなよ、フィリップ。俺は俺で楽しくやってるわけじゃん。で、誰にも迷惑かけてないわけでしょ？で、楽しくやってるわけよ。うん。自分に不満があるのは自分変えればいいじゃん。自分しか。いや、買ってないよ。売ってないから。マルキーニョス。マルキーニョスには売ってません。はい。1000円いただいてプレゼントをしたんです。うん。売ってません、僕は。うん。1000円、支援をいただいてプレゼントをしたんです、僕は。うん。赤の隣にある。あ、これ？これ財布。これは俺の財布。うん、財布です。うん。財布です、うん、明日の、え、うん、カラスの餌、突者に売ったとしても支援だからと言います。売ってないんだもん。支援をもらうってずっと言ってるから俺、売らないよって。うん、うん、だから言ってるっつうの。俺は支援だって、うん、支援は収入にはならんのか。なるでしょ、うん、支援なんだから。マルキーニョスにはだから言ってるって俺、支援だよって。だからそれはマルキーニョスに聞いてよ、うん、俺は常に言ってるんだから、支援の対価として渡すって。販売してませんって。本人がどう取るか。もう本人が買ったっつってんなら本人に聞いてよ、それは。俺はだから売ってないっつってんだから。販売してないんだから。うん、それはずーっと言ってんだから。どこが一級三張りのヘリクスなんだよ。めちゃめちゃでしょ、本当に。うん、だからネット販売してますよ、うん、連絡いただいて銀行振り込みしていただいたら郵送で販売してますよ。どこが問題あるんですか、うん、問題ないでしょ別に、うん、うるさいよもう本当に。しょうもないね、ほんとに。しょうもないよ。おかしくないでしょ。ネットは販売してんの。LINE で連絡もらったら郵送してるんだから。で、路上では支援いただいてるんだよ。そのプレゼントとして販売して、渡してるんだよ。何が悪いの？支援1000円いただいて和道の活動を応援したいって言って、じゃあプレゼントします。何がおかしいんだよ、うん、おかしくねえだろ全然。どこがおかしいの、どこがおかしいの。全然おかしくないでしょ。何にもおかしいところありませんけど、
めちゃくちゃだな、もう。売るなんて一言も言ってないよ、俺。支援してもらえたら、ステッカープレゼントしますよって。フェリクスってさ、だってもうずーっとこうやって表示してんだよ。1000円支援でステッカー1枚プレゼントって。もう勘弁してよ、もう。苦しいって。もうきついって、本当に。言いがかりにも程がある。言いがかりにも程があるよ。ずーっと明示してるんだから。活動に対する支援なんだから。ね、書いてるでしょ？金額言ってステッカー売ったのは動画残ってんだからな。だから支援してるっつっての。支援。言いがかりでしょ。まあまあいいんじゃん。それは間違いじゃないの。すごい粘着多いよ、国民。すごいめんどくさいよ、今日は。いや、もう噛みつきすぎでしょ、いくらなんでも。支援してくれたらステッカー1枚プレゼントしますよっていうの、どこが販売なんだよ。どこも販売じゃないでしょ。いろいろ大変だったね、国民ね。また頑張るよ。訂正したじゃん、マルキーニョスは。あ、じゃあ訂正します。売りさばく、だから旅先でさ、別に、ね、郵送販売で売って何が悪いの？連絡来たら郵送販売しますよ、僕は。日本全国。はい。いや、NG 入れようかな。もうめんどくせえなよ。だから、旅先でも売れますよね。どこが問題なんですか？旅先で郵便番号書いて住所書いて売れるでしょ？お腹すいた。本当だね。鉄バカありがとう。郵送なら全然いいでしょ。初見です。いらっしゃい、もみじさん。はじめまして。もしよかったらフォローしてて。ちょっと荒れてるけどね、今。頑張るよ、国林。ありがとう。言い訳じゃねえっつってんの。どこが言い訳なんだよ、だから。あ、フォローありがとう、もみじさん。おはよう、かか。おはよう。どこが詭弁なんだよ。だマルキーニョスからクレームが来たわけじゃないでしょ。めちゃめちゃだな、本当に。売りません、ポッキーさん。売りません。はい、売りません。はい、以上です。閲覧とコメントなんか増えても意味ねえから。荒らされてるだけでしょ。荒らされてるだけです。はい、知らないよ。めちゃくちゃだな、本当に。
もう因縁つけたくてしょうがないんでしょ。アンジュ祭りっすよ、ズッチーさん。参っちゃうよ。じゃあ分かった。じゃあ分かった。じゃあどうだ、匿名枠にして言いたいこと言うか。じゃあ匿名枠にして、じゃあならどうよ。こんばんは、バカプレゼントありがとう。言いたいこと言う？匿名枠にして。じゃあそうする？どれだけ俺の囲いが多いか。アイテムバンバン飛ぶぞ。なあ。匿名枠にしなくていいなら、じゃあいいわ。じゃあいい、じゃあいい。じゃあいいよ。匿名枠っていう機能があるの。全員匿名コメントになるの。俺がどれだけ囲われてるか見たいか。いいじゃん。俺がプロで飯食ってるんだから。ねえ。俺がプロで今飯食ってる。誰の迷惑もかけてない。意味ない？ペコペコなんだ。オッケーオッケー。じゃあやめとく。何が問題あんの？何も問題ないじゃん。何の問題もないよ。オッケーオッケー。わかった。謎 X さんありがとう。オッケー。じゃあやめとく。俺は俺に誰も迷惑かけずにさ、別にアイテムでさ、愛国さんいらっしゃい。支援されてるわけだから。トラオさんいらっしゃい。おー、猫助さん多いっす。もう今叩かれてて、ごめん、荒れてるから、猫助さん気分悪くなるかもしんない。ちょっと、アンチ多すぎる、今日は。だから、どこが嘘ついたんだよ。なあ。どこが嘘ついたんだよ。もういい加減、早々出して話しようよ。もともとはお前、ゲロズミがよ、俺のリスナーさんにアイテム投げろって言ったところから始まってんだろ。なんでアイテム投げろってお前に命令されないといけないんだよ。おめえがじゃあ投げろよ、まず。お前はさ、俺よりもさ、閲覧取れるし、アイテム投げられんのかよ、じゃあ。めちゃくちゃだよ、そんなの。ごめんね、猫助さん。そそいらっしゃい。支援見せてよじゃなくて、来てるだろ、現在。もう勘弁してくれよ。お前らが、うちのリスナーさんに迷惑かけんなよ。言ってるわ。さっきもそれは書いてあっただろ。だから嫌いなら見に来んなよ。煽られてんの、このゲロズミってやつに。クソが、本当に。うちはうちで楽しくやってんだよ。そうなんだよね。参っちゃうよね。参っちゃうよ、本当に。その前から？だから連れてこいって、なんでお前の命令聞かないといけないの？リーターニーダワドツ。あ、ワドウ旅団ね、業務連絡なんだけど、ワドウの名前抜いてください。リーターニード。ワドウだけにして。あ、旅団だけにして。ワドウ抜いて旅団だけにしてください。は、悪魔のマーク、旅団、悪魔のマークでいこう。メンタル最強。あ、ツッチありがとう。知らない、ゲロズミって人は。名前のあるさん、こんばんは。楽しんでってください。知らない、ゲロズミって人。まあ苦しいよね、もみじさんね。あ、最初から潜ってたんだ、ペコボコランド。いや、寝れよ、もう。てか、ついでにお前来んなよ、もう。俺の枠。寝りゃいいじゃん、寝ただったら。俺は楽しく放送やってんだからさ、みんなと。いやー、よくわかんないけど、なんかすげえやかられて。俺が言ったのは、俺に物申せる人は、俺と同じぐらいの閲覧と、俺と同じぐらいアイテム投げてる人なんじゃないのって。それで対等なんじゃないのって話をしたら、どん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 話がずれてくの。俺の質問には何一つ答えないんだよ。いや、和道ブランドすごいでしょ。ブランドで食ってんだから。
ブランドだけで、和道っていうネームバリューだけで食ってってんだよ。違う？それのどこがおかしいのよ。誰に迷惑かけてんのよ。いいじゃん、もう勘弁してくれよ。俺と同じくらいアイテム投げてる人、お前どんだけ投げとんの。どういうこと？どういうこと？意味が分かんない、言ってること。俺と同じくらいアイテム投げてる人、お前どんだけ投げとんのってどういうこと？日本語が分かんない、うん。マティアスさん、どうもこんにちは。マティアスさん、どうも。ハゲダルマ先輩はどつ、いらっしゃい、楽しんでてください。だ、売ってねっつってのめんどくせえな。俺と同じぐらい投げてる人じゃなくて、俺と同じぐらい投げられてる配信者ね、うん。俺と対等に行ってから俺のアイテムについて物申せっつったの、お前が配信者ならね、うん。俺に物申せる実力があるわけでしょ。俺より配信うまいんでしょ。だったら俺と同じぐらいの閲覧、俺と同じぐらいのアイテム投げられてる実績を作ってから意見してくれっつったんだよ。OK、うん。あ、そんなかかるんだ、商標登録って。結構するんだね。配信者ではないんでしょ。で、俺にアイテム一回もしたことないんでしょ。だったらいいじゃん、関係ないんだから。あなたと俺は何の関係もない人生なんだから。うん、落ち着いてきたね。いや、続かないから、アンチコメなんて1時間も2時間も続くもんじゃないのよ。適当な話ばっかりしてるだけだから。ソースも出せないし、証拠もない、適当にやっかんでるだけなんだよ、うん。パンに残った動画があります。知りません。よくわかりません。僕は売ってません。支援しか受け取ってません。はい。俺がどこの誰と付き合おうが別れようが俺の勝手でしょ。お前に関係あんの？俺がどこと誰と付き合おうが。俺の勝手だろ。本当だよね、マルキーニョスね。もうめちゃくちゃでしょ。ヘリクツばっかりだわ、もう。本当に、上げ足取り、うん。行方不明さんいらっしゃい。もうめちゃくちゃだよ、本当に。スカーレットいらっしゃい。ヘリクツなんかこねてねえだろうが。どこがこねてんだよ、ヘリクツを。ヘリクツなんか一つも言ってねえよ、俺。おはよう、スカーレット。うん、俺は別に頭いいと思ってないよ。ありがとう。傍観者さん、バーガー4個ありがとう。めちゃくちゃ、本当に。本当だよね。うん、だマルキーニョスは訂正してんじゃないの、うん、売ってないっつってんの。しつこい、本当に。しつこい、お前、貧乏ちゃま。しつこい、うん。売ってねえもんは売ってねえんだわ。
はい、バイバイ。もう来んなよ。売ってないもんは売ってねえの。あ、わかんねえわ、チャオガマさん。どうなんだろうね、ペコポコランド。気持ち悪いよね。売ってません。はい。もうこれ以上言いません、ステッカーのことに関しては。僕は販売は、郵送販売しかしてません。以上です。欲しい方は LINE ください。以上です。はい。終わりです、この話は。しょうもない。じゃあすいません。ごめんね、みんな。アンチが多くて。2分間音楽を流すので、3時間経ちましたので、もしよかったらアイテムで支援してください。よろしくお願いします。スタートです。うん、まったり行こう。オッケー。テイツさん、バーガーありがとう。モカモカさん、バーガープレゼントありがとう。モカモカさん、バーガープレゼントありがとう。ありがとうございます。もうこっから先は普通にやるよ。うん。ありがとう、みんな。ちょっとね、今日花火上がってないんで、花火いただけると嬉しいです。リモさん、バーガー5個プレゼントありがとう。ありがとうございます。モカモカさん、バーガープレゼントありがとう。つみきさん、バーガープレゼントありがとう。ペコポコランド、ハート5個ありがとう。いつもありがとうね。つみきちゃん、バーガープレゼントありがとう。ありがとうございます。つみきちゃん、風船10個プレゼントありがとう。つみきちゃん、風船10個とバーガープレゼントありがとう。メリンコハートプレゼントありがとう。モカモカさん、バーガープレゼントありがとう。なんか今日も悪いね、申し訳ない。いつも支援してくれてるのにありがとう。おラビーちゃん、おはよう。ハート5個ありがとう。ラビーちゃん、いつもありがとう。モマイのアルさん、風船2個プレゼントありがとう。こんばんは、君の名はさん、いらっしゃい。ご覧の番組は、アイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。楽しんでいってください。普通の話題募集中です。おい、もこもこさん、バーガー10個ありがとう。ありがとうございます。アンチの揚げ足取りもここまで来るともうすごいね。びっくりするよ。執念を感じるよ、執念を。疲れたね。お疲れ、みんな。まあ、こっから先はまったりやるから大丈夫よ。疲れた。本当疲れた。本当に疲れた。うん。夏は湧くよね。まあまあ。うん、乗らないよ、ペコポコランド。ありがとう。たまには構ってやんないとダメなんだよ。お疲れ、マルキーニョス。マジでね、ダメだね。イライラするのはダメだね。そうそう、わーっといなくなる。あいつら自分一人じゃ何も言えない奴らだから、つるんで徒党を組まないに何も言えないのよ。うん、平和に楽しく行こう、最後は。
なんかお菓子食べたいな。だってさ、配信で食ってくっていうのが甘くないことは俺が一番よく知ってるわけじゃん。大変だよ本当に。どんな仕事もそうだけど本当に大変。あ、ツイッターフォローありがとう。フェイスブックも増えてるね。ありがとうございます。フェイスブックとツイッターと YouTube ありがとうございます。フォロー。特になんか YouTube が最近の。カントリーマンもなくなっちゃった。カントリーマンも美味しいよね。うん、あのすごい好き、うん、カントリーマンはすげえ美味しいよね。貧乏にゲロ済み。黙ってろお前は。貧乏でコメントしか書けねえんだからよ。わかる。カントリーマームはもうクッキー界の常識を変えたよね。クッキー界の常識を変えた。ふわっち重たいね最近ね。最近ほんと重たい。ラグどれくらいあるのか測りたいんで、ちょっと手上げご協力お願いします。5秒後に手上げてください。5、4、3、2、1、手上げお願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10秒、11、12、13、14、15、16、17、18、18秒、19、20、最速18、21、22、23、24、24秒ぐらいか。ちょっとラグいね。ちょっとラグいわ。ありがとう。30秒ぐらいちょっとラグってるけど、まあ許容範囲かな。ちょっとしょうがないねこれは。みんなありがとう。もしよかったらね、入り直してください。ラグい人はありがとう。だよね、支援してない人ほどうるさいからね。他サイトの配信者を呼び込むためにふわっちの運営がアイテム持っていた疑いないですかね。今のところないかな俺の場合は。なんでかっていうと、そのアイテム投げてる人と LINE とかでつながってるから、 Twitter とかで。でその運営さんのアカウントだとは思えないんだよね。それっぽいアカウントを見たことがないから、俺はそういう疑いがあるっていうふうに思ったことは一回もない。運営さんがどっかに投げてるっていう印象を持ったことがなくて、まあツイッターで普通に活動してるとか、普通に配信者の人とか、まあ純粋リスナーさんだよね。LINE でやり取りしてて、コツで繋がってる人からアイテムもらってるから。うん。なんか、この人誰だろうっていうのはわかんない。うん。そういう風に疑いたくなるのもわかるけど、俺は配信者だから誰がアイテム投げてるか全部見えてるから、うん、大学のプロバイダがごっそり回線絞ってる。へえ。なんでなんだろうね。ちょっと原因わかんないけどね。なんでなんだろう。
何食おっかな。腹減ったな。7時間ぐらい放送やってんのか。和道さんってお酒強いのに飲みながら配信でほぼしないですよね。お酒自体があんま好きじゃないんですよ。私フォロー外れてる。あ、ちょっと待って、ペコポコランドさん見てみるよ。ふわっちでしょ？フォロー外れてるかな？ペコポコランドさんのフォロー確認するね。ちょっと待って。ペコポコランドさん。フォローしてるよ？俺フォローしてる。あなたをフォローしてますって出てるから。ペコポコランドさんからはフォローされてる。うん。されてる。大丈夫だよ。問題ないです。大丈夫です。もしよかったらみんなフォローしてってね。私もフォローされてない。あのんなき？フォローされてないっつうか、フォローしてるかどうかね。あのんなきは俺フォローしてるじゃん。俺フォローバックは一切誰もしてないよ。うん、フォローバックはしない考えだから。なんでかっていうと、見たい放送が見れなくなっちゃうから。フォローバックしてるとめちゃくちゃになっちゃうんだよね。もしつながりたい人は Facebook か LINE をお願いしてるんですよ。本当に次回につながりたい人は Facebook だと5000人、 LINE も5000人限定でつながることができるんで、僕とつながりたい人は Facebook か LINE、 友達申請してもらえれば、5000人限定なんですけど、機能ねフルに使ってやろうと思ってて、 Facebook はページ作る気ないんで、僕は個人ページしかやる気がないんで、もしよかったら Facebook 申請してください。ちなみにね、俺が誰をフォローしてるかは見れない設定になってるんで、大丈夫ですよ。僕の友達見れないでしょ、みんな。俺が誰と繋がってるか。そこは安心していいっすよ。静かになるよ。昨日ジーパン洗ったよ。1ヶ月に1回洗うようにしてるジーパン。洗剤使わないでぬるま湯っていうか冷ためのぬるま湯で水につけて洗って干して
やっぱりジーパン洗った方がいいね。柔らかくなるから。これは一生履きたいなと思ってるから。ジーパン洗った方がいい派と洗わない方がいい派にすごい分かれてるんだよね。和道旅団の和道を取っちゃったんですか。よくよく考えたら足軽とか小映えとか珍味団って配信者の名前入ってないんだよね。よくよく考えたら。あ、だから旅団ってみんな呼んでるの。しかも田枠見たら旅団旅団って言ってたから、あ、そっかって。和道って名前つけないよねって。うなちゃんまん珍味団とか言わないじゃん。金映え小映えとか言わないじゃん。あ、俺名前の付け方間違ってたわっていうのに気づいて、旅団だわと思って。うん、突かかってきた。もしもし。あ、どうもこんばんは。今配信中ですか。うん、私も配信中ですけど、まあ、あの、明日和道さん予定ありますか。明日予定ないですよ。どうしたんですか。明日ね、川崎で有名なお祭りがあるんですよ。川崎、はいはい。うん、だからよかったらどうかなと思って。何時ぐらいですか。まあ夕方。それでリスナーさんがかき氷屋の敵屋さんやってるんですよ。ほう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 。だからなんか、で、私浴衣を着ていこうかなと思ってるんで。ああ、ファン喜びますよね、愛子ちゃんのファンは。年替えもなく、ちょっと何十年ぶりに浴衣を。あ、いいと思いますよ。ファンの人喜ぶと思いますよ。だと思うんで。うん、行きます。で、なんか一人で行くのも嫌だしな。なんか何人か川崎の男性が、なんか行こうかって言ってるんですけど、そのお祭り行った後、オフパコオッケーとか言って書かれたんで、会いたくないんで。あ、そうなんだ。夕方何時ぐらいでどこに行けばいいのかな。川崎駅 JR の、に何時か。何時頃来れます。5時。夕方5時とか。5時の方がもうそんな暑くないし。で、改札一つしかないんですよ、川崎。で、川崎出ると目の前に時計台があって、そこで結構皆さん待ち合わせしてるんですよ。そこでリアとつまつしながら行く。集合で時間決めて。そうですね。だから、一応リスナーさんにも声かけてみますけど、一応誰も来なかったら嫌だ。今日私リアトツ誰も来なかったんですよ。3人来るって言ったのに。なるほど。だからくるくる。じゃあさ、愛子ちゃんのさ、俺写真と俺の写真でリアトツ町っていうのをツイッターに告知入れてもいいですか、今。あ、いいですよ。だから和道さんのリスナーさんでも川崎に住んでて行きたいっていう人がいたら、みんなでどうですか。そうだよね。みんなで集まってね。そう。それで終わったからご飯食べてカラオケでもいいじゃないですか。ね、お祭り大体1時間ぐらい回る感じ。お祭りの名前なんて言うんだろう、川崎の。稲毛神社ってあるんですけど、そこのお祭りで、それで、金土日で明日最後だから早く終わるらしいんですよ。ほうほうほう。稲毛神社お祭り。まあそうらしいんですよ。だからそのリスナーさんがぜひ来てくださいっつって。川崎三能祭ってやつかな。わかんないですけど。結構でかいの。でかいみたいです。まあ稲毛神社はでかいんで。8時ぐらいに終わるって書いてあるか。あ、書いてます。あ、やっぱそうですよね。だから5時、5時集合して、5時集合ぐらいが、だからそこの時計台の前。でみんな待ち合わせ。とつまち何分ぐらいいる。駅前で30分ぐらいにする。あ、じゃあやっぱり一応4時半にしましょうか。 OK。 4時半に30分。4時半に。30分待って、4時半に集まって30分とつまちやって、で5時からはもうそのまま駅に流れるって感じね。そうですよね。OKOK。それでもし遅れる人が来たら、そのお互いの、お互いのリスナーさんが来たかったら、多分電話とか DM が来ると思うんですよ。そうだよね。そうです。ああよかった、私じゃあ頑張って浴衣着てきます。OKOK。 楽しみにしてるよ、愛子ちゃんの浴衣。
何十年ぶりですよ、浴衣なんて。もねう、最後に来たのが30、え。うん。30歳ぐらいの時だから、もう10、15年ぶりぐらいですね。うん。うん。じゃあ、あれだね。JR 川崎駅の時計台の前ね。はい、改札出た目の前なんです。はお、OK。じゃあ、そこ待ち合わせにするから。い。はい、じゃあそこに4時半にしましょうん、4時半から、15時までリアと妻とやって、で、う。はい。お祭りね。OKOK。はい。ああ、楽しみにしてます。じゃあ私も今から告知、リスナーさんに配信で言うんで、OK です。今、はい。じゃあ楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。はい、どうも、おやすみなさい。おやすみなさい。失礼します。はい、失礼します。ほうほうほう。なんか面白そうだね。行ってみましょう。これは、じゃあ、川崎でリアと妻町は初だね。初リアと妻町なんで、楽しみですね。どうなるかね。よいしょ。じゃ告知打ちます。川崎祭り有名なんだね。告知を打ちました。明日、8月6日、JR 川崎駅の改札前時計台、改札前の時計台にて、リアス待ち、16時半から17時やります。よろしくお願いします。川崎ね、いいね、川崎。ツイッターにも告知を打ちます。
今日だよね、8月6日で会ってるよね。20時以降ならとつ。嘘を。マジでエベニスワイガニ。マジで。20時以降多分祭りにいるから、祭りの時に来ないよ、放送を見ながら。うん。全然来てきて。で、LINE、もし知ってたら LINE に連絡ください。よろしく。川崎初めてだな。はい、ワド2カトラ、いらっしゃい。ワド2。愛子ちゃんの写真持ってたかな。愛子ちゃんの写真、愛子ちゃんの写真。ちょ待ってね、愛子ちゃんの写真今探すから。タグ付けできないんだ。はい、ツイッター皆さんリツイートしてください。よろしくお願いします。僕のツイッターにアップしましたので、ぜひぜひ皆さんリツイート&いいねボタンよろしくお願いします。いや元気ないねって違う違う買ったら今あのツイッター打ってた告知をしてた。皆さんにツイートお願いします。よろしくです。告知を打ちました。皆さんよろしくお願いします。 LINE にも一応上げとこうかな。住んでんの川崎だっけ。
あ、日付入れるの忘れた。目がいい感じで死んでる。こらこら。日にち入れるの忘れた。川崎、神奈川でリアト妻初めてかな。RT ありがとう。RT ありがとう、みんな。RT といいねお願いします。できた。ナミネありがとう。来る人はぜひ来てくださいね。ああ、よかった。ふわふわ。あれ、ふわふわ使えたんだ。ふわふわ使えたんだ。すごいゲームセンターある。あ、24時間のやつかな。わかんない。川崎ほとんど行ったことない。クラブチッタは行ったことあるかな。人生で2回目か3回目かっていうぐらい行ったことない。川崎って神奈川だよ。神奈川の県庁所在地、一番でかいところ。もしよかったらベニズワイガニに一緒に行く？そのゲームセンター。皆さん RT よろしくお願いします。リツイートよろしく頼むぜ。愛子ちゃんの顔面白いな。この写真パンチありすぎるな。この写真しか持ってなかったんだよ。ちょっとこの写真インパクト強えな。笑っちゃうわ。栗生城も、へえ、コーラさんこんばんは。こんばんは。この写真 この写真のインパクトすげえな、愛子ちゃんの。これしか持ってなかったんだよ。これね、多分沖縄かなんかで、なんか配信、愛子ちゃんのサムネかなんかだったんだけど、面白すぎて、キャプったやつなんだよね。この写真、インパクトすげえな。持ってるわ。愛子ちゃん持ってるわ。タイムラインで全体公開とかしたらもっと広まりそう。で、タイムライン全体公開したよ。タイムラインにもあげました。もちろん全体公開で。いや、笑うっしょ、これ。 俺、ふわっち開けた瞬間、この顔のサムネが出てきたから、いや、笑ったよね、本当に。 これは笑うっしょ。 インパクトがすごい。ミキさんフォローありがとう。ありがとね。いや、笑うわ。腹痛えわ。球技のマークノンにしたら友達以外にも見れるってこと言いたかった。え、俺限定公開してる？タイムライン。球技のマークノンにしたら友達以外、LINE？ え、友達以外には見れないの、これ。だ、まあ俺の知らことを知らない人が俺のねあれ見るとは思えないけど。地球儀友達まで公開になってた。公開変えるね。全体公開にして、全体公開にしたと。で、
アルバム。なるほど。あ、変更できるのいいね。ツイッター変更できないんだよね。うん、あ、できるんだ。うん、全体公開にして、うん、おい、変えたよ、投稿変えたよ、うん、うん、変えた変えた、 LINE の方変えました、ありがとう、教えてくれて。明日雨降んのマジで最近雨多いね。明日というか今日ね。ありがとう、コークリン。ありがとう、教えてくれて。うん、全然いいよ。伝わったよ。大丈夫だよ。愛があれば伝わるって。そうだ、ステコロって体鍛えないといけないんだよな。ステコロで体鍛えないといけないんだよな。花火ダンベルまたやろうかな。花火ダンベル言ったらいいよね。カオスいらっしゃい。花火ダンベル地獄やろうかな。おはよう、水木さん。おはよう。ダンベル持ってる持ってる。俺はあれだよ、カオスが多分来る前ぐらいなんだけど、見始める前なんだけど、花火が上がったら必ずダンベルやるっていう配信者だった。でそれをずっとやってたのね。で腕がムキムキになっていって、でベンゾさんがステゴロっていう企画を作って、ワドをその鍛えた腕でステゴロ出ようっていう流れだった。そう、で花火が上がったらなぜかダンベルをこうやってやるっていう配信者だった。台風来るのかな、こっち。今んところなんか荒れてる予想はないけど。あ、スクワットはダンベルの前。スクワットはダンベルの前だね。そう。ダンベル編もあったの、あれ。ダンベルを復活させて、捨て頃に備えようかなと。そうそう、それで花火でダンベルがどうのこうのっていうコメントがたまにあるのよ。そう、花火上がったらダンベルやれよって。もうやってねえのかって。ちょうど見てない時期かもね。そのスクワットは知っててダンベル知らないってことは、多分花火以外のアイテムでもしたら体が壊れる体が壊れる。だからちょうどいい。一日ね、どれくらいやってたっけな。花火で6、3セットずつやってたから、あー、どれくらいやってたかな。すごい数やってた。1、ね、1ヶ月1800回ぐらいやってた。1ヶ月1800回だから、60回ぐらいやってたのか、平均。毎日ダンベル60回やってた。それでワドを捨て頃呼ばれたわけじゃないけど、あの捨て頃に出ようっていう流れはその流れだね。せっかく鍛えたんだから捨て頃出ようよって、そういうことね。スクワットは200回ぐらいやってた記憶があんな。毎日すげえ腕太くなったかんね。やっぱ鍛えると体変わるよね。めちゃめちゃムキムキになっていったんだよ。だいぶ前だね、来たばっかりの頃。さくらさん、初見さんいらっしゃい。もしよかったら楽しんでいってください。フォローもよろしくお願いします。ありがとう、来てくれて。まあなんかよくさ、その捨て頃から流れ変わったって言われるけど、確かに俺の中で捨て頃はでかかったの。自分の中で捨て頃出たいっていうのもあったし。ただね、あんまりね、リスナー数は変わってないんだよね、見てくれる。常のニーズ。だから、捨て頃バブルっていうのが一番なかったと思う。で、本当にびっくりしたのが、意外と会場でワドが有名で、なんかツイキャスの人ばっかりだから、ワド全然人気出ないだろうなって思ったの。誰だあいつってなるかなと思ったら、ワドってみんな呼んでくれて、
リア凸っていうか、もうそのリングから降りて最後その見送りの時間が10分ぐらいあったからみんなのところ行ったけど、すごい声かけられて、うん、後ろいるよ誰か、うん、あれは嬉しかったね。女の人が意外とみんな女の人ばっかりの、8割女の人、男性2割ぐらいで、和道写真撮ってとか、和道ってみんな声かけてくる。すげえ嬉しかった、まあ、よかったなと思ったよ。あれはやった甲斐があったね。和田さん YouTube 登録したんだけど、誰が登録したか和田さん分かるんですかね。それはね、ノマイナRさん、ノマイナRさんの設定による。要はノマイナRさんが非公開設定っていうのをやると俺は誰だか分かんない。あとノマイナRさんっていうコテハンじゃなかったら俺は誰が誰だか分かんないから、結局名前が分かっても誰だか分かんない、うん、ノマイナRさん側の設定で、俺、名前のあるさんの本名知らないじゃん。本名とか別の小手判名。だから俺には結局わかんないから、俺はチェックとかしてない。正直言うと。誰が誰だかわかんないって感じ。俺は。ああ、目の錯覚じゃないよ。どっから見るんだっけな。まあでもあんまり気にしてないかな。俺的には、YouTuber 人数ね、800人近くいるから。ああ、今見方わかんねえな。設定変わったから。正直誰が見てるかわかんねえわ、うん、俺は気にしてないっすね。追跡することもないっす。早朝から釣りに行くので参加できない。あーマジか、桜さん。もしね、次回機会があったらぜひリアドしてきてください。うん、まあね、 Google アカウント本名で登録してる人もいるからね。うん、ありがとう、ノマイナRさん YouTube チャンネル登録。あんまり俺リスナーさんのこと追跡したりとかしないよ。もう何百人何千人とかいるから、一人一人追っかけてるのは本当にあのスタッフさんだけ、特定のリスナーさんと支援者さんと密にやり取りするのは。だから匠さんとかレクチとか海宝とかロハコさんとか、あとのんちゃんとかミウルとか、その辺だよね、連絡取り合うとしたら。あんまり誰が何やってるのかっていうのを監視してたらもう本当にキリがない生活だから、誰が誰だか分かんない。だから LINE とかも小手半書いてくれないと誰が誰だか分かんないっつって感じで。バカプレゼントありがとう。うん、さくらさんフォローありがとう、ありがとうございます。おい、ゆうすけはどつ、楽しんでってください。お祭りなんて何年ぶりに行くんだろう。結構でかいのかな。稲毛神社。結構有名なのかなこれ。あー、でっかい祭りだね。みこしだ。昨日、今朝の明日の告知見たけどめっちゃ笑った。ミーコいらっしゃい、ツイッターでしょいや、これしか写真持ってなくて、愛子ちゃんの悪意はないよ、うん、もしよかったらリツイートといいねお願いしますね。笑うよね。まあ、川崎もあんまり行ったことないから、川崎のリスナーさん何人来てくれるかなって感じで楽しみです。浴衣着ないよ、うん、俺の浴衣なんか見たくないでしょ誰も。浴衣は着ないし持ってない。俺はいつものユニフォームで行くよ、この格好で。正式な服装だから。ズワイガニちゃん、あれ、ズワイガニちゃんってさ、東京の子じゃないよね。遠いよね、住んでるところ。俺が知ってるズワイガニちゃんって合ってる？別の人かな。別の人じゃない。ベニズワイガニちゃんってあのコスプレイヤーのベニズワイガニちゃん。偶然東京にいるの。
まあ、配信者の人もね、来てくれたら嬉しいよね。うん、そうだよ。だよね。サムネ変わったんだね。前のサムネ好きだったけど。遠いよね。え、偶然いるの明日。会おうよ、せっかくだから。ね。偶然来るんなら。みんなで飯食おう。偶然なんだ。へえ、すげえ。まあ、甲殻類アレルギー。え、そうなんだ。甲殻類、レッドロブスターめちゃめちゃうまかったよ。最高だったよ、ロブスター。結構でかい祭りっぽいね。人多そう。みこし系だね。シャカちゃんにゲー、ゲーか、シャカおいで、ゲーはね、鳥は覚えないって言われてんだけど、こんなことができる。シャカおいで、シャカおいで、おいで、シャカおいで、はいはいはい、おいで、はいはい、いくよ、見てて、シャカこっち、シャカこっち、こっちはシャカ、シャカおいで、おいで、今日やんないかな。おいで。坂。はい、行こう。はい、こっちは坂。さあ、こっちは坂。坂。こっちは坂。いい子だね、さあ。こっちは。はい、おいで。いい子。坂、いい子。これ多分できる文章、世界であんまりいないぐらい、めちゃめちゃ賢い、こいつ。坂、こっちは。これは結構珍しい。文章飼ってる人ならわかる。おい、いい子。坂、めちゃめちゃ賢いって文鳥飼ってる人の中でも有名なの。坂、坂、こっちはさ、最後頑張ろう、最後坂、もうそっぽ向いてるから無理かな。坂、坂、かわいいでしょ。これできる文鳥多分あんまいないよ。坂、こっちは坂、坂、最後最後、こっちおいで、坂、坂、最後に見せて、坂、おいで、坂、坂、おいで、坂、よし、いい子、こっちおいで、こっち、よし、おいで、こっち、坂、もう気がそれてるかな。坂、坂、おいで、もうやだ、こっち、こっちおいで、じゃあ、こっち、坂、坂、おいで、もうやみたいで、坂、こんな感じかな。一応ゲイは覚えないんだよね、鳥は。あの、喋るのも習性で喋るだけだから。たまに稀にオス文鳥が人間の言葉を覚えたりもするんだけど、それはごく稀だね。めちゃめちゃ可愛いでしょ。もう人懐っこくてしょうがない。ね、ありがとう。綺麗にしてくれんの。ありがとう。メガネをかけた無防備な姿は好き。かわいいでしょ。手のひらサイズだよ。飛び回るのが普通なんだけど、この子はインド派なんだよね。パソコンが大好き。おいで、おいで、さあ、こっちは、おい、おいで、気まぐれだから。よいしょ。ねえ、さあ、気まぐれだよね。飼い主そっくりだもんね。気が荒くて、甘えん坊で、かまちょで。飛び回るのが普通なんだけど、この子はもうベタベタなんだよね。
女の子。でもね、こんなに人に懐くんだっていう不思議さはあるよ。鳥がこんなに人懐っこくて、こんなになんか優しくて、でこんなに美しいと思わなかったね。生まれてすぐだね。だいたい生後3週間ぐらいかな、この子は。では自分でご飯を食べられるようになってすぐ、本当はもっとベタベタになるのね。あの餌まであげると、あのクイ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 ってずっと鳴いて、自分でお湯で溶かした豆とか、要は胃のなんつうの、胃の中に入れて反芻して食べさせるんだけど、親鳥がもうヒナでクエクレ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 ってビヨ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 ってずっと鳴いて、4時間おきにずっと与えるっていう。そこまでするともう完全にベタベタに懐くけど、この子はでもそれでもベタベタに懐いてる方だね。手から離れないでしょ。だいたい手の中にいるか、パソコンのキーボードとかモニターのところにいるか、うん、そういう、もうパソコン大好き、ワード大好きだね。こんな感じ、うん、こうやってずっと俺と向き合ってる、うん、大変だよ、ひなからは。まあだけど可愛いよ。美人さんでしょ。お腹がはげてるんだけど、すごい美人。おお、こっち来んの。キーボード好きだね。ずっとここに俺と向き合って遊んでる。あの俺の手の触れるところがライバルだから、俺の 手が友達だから、だからそのキーボードと遊ばないでって言って陣取るようになっちゃった。私に構ってよっつって。え、シャカ、パソコンが友達だ。あとそのパソコンの動画で文章の動画見せてたからさ、友達が画面の中にいるって思って。文字書いてある、書いてあるよ、うん、ただ体重が軽くてタイピングはできないけどね、うん。どこ行ってもついてきた、すごいね。文鳥かわいいよね、みずきちゃん。文鳥は飼って美しいなって思うし、好きですね、僕は。その中にスーツくんの、シャ。ダメだよ、スーツくってもダメよ。シャか、うん。おいで、シャカ、うん、おいで、おいで、こっちこっち、シャカ、こっちこっち、喜んでる、喜んでる、おいで、おいで、こっち。この声が喜んでる時の機嫌、ご機嫌な声、このこうクッっていうこもった音ね。あ、ツバがねカツカツっていうの、パチパチって、このツバの音、くちばしの音ね。おいで、シャカ。値段3000円ぐらいかな、うん。おい、おいで、シャカ、シャカ、おいで。あ、ありがとう。お風呂はね、もう大好きどころかね、最近ボケてきてお風呂の中で寝るんだよね。バカありがとう、みずきちゃん。おいで、シャカ。何？来ないの？おいで、シャカ。うん。機嫌いいの。喜んでんの。おいで、シャカ。おいで、おいで。うん。かわいいよね、うん。おいで、シャカ、シャカ、シャカ。遊ばないの？いいよ、じゃあ遊んでて一人で。
明日か。明日か。おいで。なんか巣みたいなのを見つけて喜んでるね。隠れちゃった。そこ居場所にすんの？気持ちいいのそこ。残り9分で、感想です。皆さんありがとうございます。しょっこしゃか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 。お気に入ったみたいだね。そこ好き。そこ気に入ったの。家にする？したか。家にする？うん、かわいいね。おいで。おいで。うん、遊ぼう。したか。遊ぼう。わーし、いい子だ。いい子だ。したか。したか、おいで。かまってくれなくなっちゃった。楽しい。うん。うん？どうした？毛も生えてきてよかったね。痛い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 よ。さ痛い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 。捕獲完了。捕獲したわ。あいつすばしっこいから。シャカかわいいでしょ。解放美人だよ。シャカ、俺は美しいものが大好きなんだよ。また入った。お風呂、またお風呂でうんちしたり、お風呂でさ、それガンジス川みたいになってるからさ、水鳥みたいになっちゃってんだよね。もうね、お風呂場か、本当は1日1回しか風呂入らない習性なの。ずーっとお風呂の中にいるんだよ。で、うんこはするわ、水はそれ飲むわ。ねえ、さあ、あなた水鳥じゃないんだよ。何なんだろうこれ。ずーっとバスルームにいるんだよね。今度遊ばせていいよ、全然。全然いいよ。なんでこんなことになったんだろうな。ちょっとよくわかんないんだよね。ずーっとお風呂場にいるんだよね。水浴びずっとしてるっていう。また水取り替えてあげよう。さっき取り替えたんだけど、もううんこだらけだよ。ダメよさ、水にずっといたら。ずっとガンジス川みたいになってんだよね。うんこはする、飲み水にする、お風呂に浸かる。変えてあげようか。ねえ、もううんこまみれだからさ、さっき変えたでしょさ。本当は一日一回でいいんだけど、変えてあげて、もんさん。うんこ。うんこ風呂に入ってるから。はい。ちょっとやばいわ。やばい。うん。うんこだらけでしょ、うん、やばいよね。さっき変えたんだよ、俺。餌も変えるか。最近餌の中にもうんこするからな。ボケてんの。完全にボケてる。
いや、笑えないよ。ボケちゃった。これが釈迦の餌、ご飯。サプリメントは2種類入れてる。はい、ご飯したか。ご飯、はい。何よ、どうしたの。ご飯で、ご飯。じゃあすいません、次役行く前にアイテムタイムをして、終わりたいと思います。もし4時間2回完走ですね。次役行きます。2分間音楽流します。最後のアイテムタイムです。お気持ちいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。すごいね、8時間雑談やる配信者、かっけえだろ。これが配信業だよ。野間犬 R さん、風船プレゼントありがとうございます。ありがとうございます。あ、開放、風船7個ありがとう。開放ありがとう。ご覧の番組は、アイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしました。次枠に行きます。もしよかったら、あ、ちなみさん風船20個ありがとう。開放、風船2個ありがとう。YouTube、Twitter、LINE、Facebook、いろんなアカウントを持っております。ぜひ皆さんフォローしていってください。それでは皆さんお疲れ様でした。次枠行きます。ありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。